はい、こんにちは。久しぶりです。すっごく久しぶりですね。レアンドロです。前の動画から結構1ヶ月ぐらい経っちゃったんですけど、またこれからちょっとずつ更新していくのでよろしくお願いします。今日の動画はですね、その前に、このチャンネル初めて来た方もいると思うんですけど、どんなチャンネルかというと、ブラジル・ポルトガル語の発音のコツとか、そのちょっとしたポイントを教えたり、あとはブラジル・ポルトガル語の文法を教えたり、ブラジル音楽についてちょっと話したりしてるようなチャンネルになってます。よく見ていただいてるのは、実際にボサノバだったりサンバ、いろんなブラジル音楽を歌ってる方や、ポルトガル語の学習者、勉強してる方が、よく見ているような気がします。ちょっとした発音の違いで言葉が伝わらなかったり、意味が変わったりするので、そういうところを、主に、良くなればいいなと思って、ちょっとしたコツとかを配信していますので、そういうのに興味がある方はぜひ、チャンネル登録したり、周りの友達にそういうのが興味ある人がいたら、どんどんシェアして、広めてください。お願いします。じゃあ早速今日の動画なんですけど、タイトルの通りなんですけど、なんでこの動画を、作ろうかと思ったのは、先日僕の Facebook に投稿したんですね。でどんな投稿したかというと、最近、まだブラジルとかは、自粛、してる感じで、有名なアーティストとかは外で大きなライブできないんですね。でそういうできない代わりに家でライブしたり、友達とこのリモートでライブをして、それを YouTube にボンって1時間のやつとか2時間のやつとかをボンって載せてるんですね。でそれをYouTube で見てて、で字幕つけれる、ポルトガル語の字幕つけれるし、それを日本語に変えることができるんですね。でそういう楽しみ方がYouTube でできますよっていう風な、楽しいですよっていう投稿を Facebook にしたら、コメントをいただいて、実際にちょっとやり方がわからないっていうコメントいただいて、で動画にしたらちょっとわかりやすいかなと思って、動画にしました。じゃあ実際にどういうふうに、やるのか、一緒に見ていきましょう。はい、じゃあ早速、やり方を見ていくんですけど、まず自分が好きな、YouTube の動画の画面を開いてもらって、で同じ動画でやりたい方はこの辺の単語をこう何個か YouTube に打つと多分同じような動画が出るので、同じ動画でやりたい方は同じ動画でやってください。はい、じゃあ、まず、この普通に再生しますね。で今なんか言ってるんですけど、最初はこの状態です。何も出てない。でここに字幕っていうボタンが、いっぱいいろんなボタンがあるんですけど、字幕っていうボタンがある動画でしたら、今からやる字幕を、ポルトガル語の字幕をつけてそれを日本語にできるんですけど、動画によってはこの字幕っていうボタンがないんですね。でその字幕がない場合は、この今からやるやり方はできないので、自分が好きな動画、見たい動画にここに字幕があるかどうかを見てください。で今パソコンでやってるので、こういうふうに出るんですけど、もしかしたらタブレットとかスマホだったらちょっと違う場所にあるかもしれないです。要するにこの字幕っていうところをちょっと探してみてください。で字幕のところを一回クリックします。すると、こういうふうに、字幕が出ました。で、再生すると普通にしゃべる。ね、いろいろ喋って、で、このいろいろ喋ってるので、ポルトガル語の勉強もできます。なんか耳では聞き取れないけど、このカシャーサ、なんとか、こう言ってたんだっていう勉強もできます。で、注意なのが、多分自動で字幕つけてるので、間違った単語、間違ってその、間違った単語を聞き取って間違った表記をしている時もあるので、 100% 合ってるというふうな見方で見ないでください。だいたいこう5割から9割ぐらいの間で見てください。
で、めちゃめちゃ合ってる時もあれば、うん、めちゃめちゃ間違ってる時あるので、はい。で、この、こういうふうに今ずっと見て勉強してもいいですね、ポルトガル語。で、何を喋ってるか知りたいっていう方は、次のステップですね。ここの字幕の隣、パソコンで言うと隣なんですけど、スマホやタブレットだとちょっと違う場所にあるかもしれないです。で、字幕が出てる状態で設定っていうところを一回クリックします。で、こういうような画面が出ます。で、もう一回この字幕っていうボタンがあるので、それを、一回クリックします。するとこんな画面が出て、で、自動翻訳っていうところがあるので、そこをクリックします。はい。で、いろんな言語が出ましたね。で、これをずっと下にビーって、いくと、一番下に日本語があります。で、この日本語をクリックすると、はい、そのカシャーサは、そしてカシャーサ、そのポーションですね。日本語になりましたね。で、このまま再生すると、ポルトガル語に翻訳されたやつ、字幕になったやつがもう勝手に、その瞬時に日本語に出て、動画が流れます。ちょっと、数秒ちょっと一緒に 見ましょう。Lindo! Que delícia, Tereza! Saudades, Tereza! Só tem amigo aí nessa live. Tava vendo aqui, eu conheço todo mundo, onde é que eles estão? Eu acho engraçado, parece meio mesa espírita, né? Quem tá aí? まあ、こういう感じで。まあ、続いていくので、どんどん好きなところまで自分の動画、好きな動画を見てください。で、これも日本語になった時の注意も、さっきのポルトガル語と同じように、そもそもポルトガル語の字幕が間違って出てる時があって、でそれを日本語に変えるので、さらに間違ったような表記になる時が、まあ、結構あるんです。それもやっぱ、5割から9割ぐらい合ってるような感覚で見てください。でも全くゼロより、ゼロの時で見るよりかは、あ、なんかこんなこと言ってるんだなとかっていうのは分かるので楽しいと思います。はい。で、この動画は、この上の、テレーザ・クリスチーナっていう方、二人とも大物歌手なんですけど、ブラジルで。このテレーザ・クリスチーナが、こういうリモートでいろんな友達のアーティストを呼んで、ちょっと話をして、で、最後歌ってもらって、で、その曲はどうやってできたのとか、あのアーティストとどうやって知り合ったのとか、今何してるのとか、ずっと家にいるよとか、そういう会話を してるんですけど、で、この方と話したら、マリザ・モンチと話したら、次は、あ、じゃあバイバイって言って、で、次の方を呼んで、で、次の方が、この動画ではちょうど、カイタヌ・ベローゾなんですけど、カイタヌ・ベローゾがベッドで、こう、まだ寝てて、パジャマ姿で、髪ボサボサで、で、あ、カイトノでローズとか言って、で、カイトノが、ちょっとトイレ行くギター持ってくるわ、とか言って、で、ギター持ってきて、そのまま、演奏したりするような動画が結構今出てるんですね、YouTube に。で、そういうの、すごく楽しいので、で、この見た感じも、すごい笑ってて、もうみんなやっぱり会いたいけど会えない。ね、こういう風に会うのが楽しい。っていうのを、その雰囲気が結構伝わるので、ぜひ見てみてください。で、こういうふうに、できるようになりましたね。で、ここまでで、まあ、ずっと見たらいいんですけど、さらにこの YouTube の機能を、説明すると、この文字がちっちゃかったりすると、見にくいっていう場合は大きくできたりするんですね。で、そのやり方をちょっと説明します。同じく、この設定のところを一回押します。で、こういうふうに出ますね。で、もう一回字幕のところを押します。で、いろいろさっき出たんですけど、ここはいじらずに、オプションっていうところに行きます。で、オプションをクリックします。で、いろんなこの選択肢が出るんですけど、例えば文字がちっちゃいなと思ったら、このフォントサイズ 100% になっているところを、例えば200クリックすると大きくなりましたね。300もっと大きくなりました。で、まあ、戻って、例えばフォントの色を、黄色にしたり、緑にしたり、ね、青にしたり。こういう風にいろいろ変えれるんですね。で、この変えたまま、まあ、いろいろこう変えれるので、ちょっといじってみてください。で、いろいろいじって、あ、やばいなって、もしかしたらこれ戻らないなっていう心配もあると思うんですけど、それは心配いらなくて、この一番下にリセットってのがあるんですね。で、リセットをすると、もう、その最初の設定に戻るので、
あのいろいろいじっても大丈夫です。ちなみに一回リセットしますね。はい、リセットを押すとこういうふうに戻りました。まあ、いろいろいじった状態で進んでみてみましょうか。楽しいので。この300ぐらい。で、これちょっと再生しますね。Quem entrou? Quem chegou? Espera fulano se manifestar para você falar alguma coisa. Demais, Tereza. Só você, cara. Tá demais. Eu tenho visto você aqui direto. Lindo. Marisete, essa música, um a um. Porque assim, quando você... Porque, mentira! Assim, é, é. Essa música é do Arnaldo. Mentira, Mari! まあ、こういうふうに見れます。はい。で、こういう一般、なんか友達同士の会話なので、結構、あの、俗語とかスラングとか、なんか文法的にこう、はしょった言い方をするので、訳が結構ぐちゃぐちゃになるんですね、日本語訳。なので、例えばこの、インテレビスタって書いてある、これ多分インタビューなので、インタビューの場合は、正しい、その、綺麗なポルトガル語の文法のまま、やっぱり質問したり答えたりするので、もしかしたら、字幕とか、翻訳がうまくいくかもしれないので、ちょっとそれ見ていきましょうか。これ、マリア・ベッターニャのなんかインタビューですね。マリア・ベッターニャのインタビュー、ちょっとどうなるか見ていきましょうか。まあ、なんか喋りましたね、歌いましたね。で、こういうのに、あ、字幕欲しいなと思ったら、あ、この動画字幕出てるなと思ったら行きます。じゃあ一緒のパターンで、やっていきましょう。まず字幕が出てるなと思ったらこれいけるので、字幕を一回押します。すると字幕出ましたね。で、このまま再生するとこうなります。で、字幕が下でちょっとこうステージとあの被って嫌だなと思ったら、この字幕も動かせるんですね。で、例えばこういっちゃん上にしてそのまま再生すると動くと。はい、じゃあこう インタビュー始まったので、このままあのポルトガル語の勉強してる人は、こう結構そのまま正しく言ってますね。この場合はこういうふうにこうこの書き方とか、こういう文法の順番なんだなとかって見ながら勉強できますね。まず一つ。Vou recorrer a clichê, meio ridículo, mas a plateia também experimenta uma espécie de captados, é muito... で、ここからじゃあ何をインタビューしてるのか、せっかく好きなマリア・ベッターニャとか好きなアーティスト、せっかく好きだけどポルトガル語わからないし、なんて言ってるんだろうっていう時に、まあ設定をしますね。字幕が出た状態で設定をして、字幕のところにもう一回行きます。で、ここをクリックします。で、ここ出たら次自動翻訳をクリックします。で、いろんな言語出るので、ずっと下に行って、日本語をクリックします。はい。すると日本語になりましたね。じゃあこの状態でちょっと、見てみましょう。で、ちょっと文字まあ、一回ちょっと見てみましょう。E aí eu fiquei pensando se essa sua relação com o teatro explique um pouco o que acontece no palco, né? Ou se o que acontece no palco talvez...これは、さっきやと5割から9割の、5割、9割程度で、まあ字幕とか、翻訳が合ってますよって言ったんですけど、やっぱりインタビューの場合、わかりやすいポルトガル語だったり、ちゃんとしたポルトガル語喋ってるので、これはもうほとんど9割、100% ぐらい合ってるので、いいですね。間違った、こう、なんか謎の会話をしてるとは思えないですね。さっきのマリザモンチと。こういうインタビューとかはちゃんとした字幕になるのですごく見れますね、正しく。でもやっぱり中にはあの違ったニュアンスだったりするので、やっぱりまあ5割、9割正しいかなっていうような見方で見るといいですね。ちょっと文字ちっちゃいなとか、ちょっと
大きくしたいなっていう場合はさっきのように設定に行ってで、字幕もう一回押してで、ここら辺を無視してオプションに行きますで、ここで例えばフォントサイズね、300、200、300ちょっと一回リセットしてで、ここに行って、フォントサイズちょっと大きくしたいな、200ぐらい、ちょっと大きいな、150、200、200にしよう。で、ここへ戻って、文字、ね、ちょっと見やすい文字の色に、どれがいいかな、ってなって。まあ、黄色が結構見やすいですね。で黄色、で、背景の色とか、こういうの、いろいろ見にくいですね。見にくいけど、いろいろできます。なんか見にくい。これ、この辺にしましょう。で、このままその再生を押すと。Para mim, é fundamental. Apesar de ser cantora, o teatro é fundamental. Eu trabalho com diretores, iluminadores, cenógrafos de teatro. E isso desde os anos 60. Eu estreiei fazendo um espetáculo de. Né, こういうふうに、マリア・ベタニアも、インタビューの答えなので結構。正しいような文法だったり、その翻訳しやすいような言葉を使っているので、この劇場とこれは60年代とかって言ってるようなこのフレーズはもうほぼほぼ合ってます。なのでこういうふうに見れる動画もありますね、中には。なのでやっぱ 5割9割で見てください。はい、そんなやり方もう一個ぐらい見てみましょうか。じゃあ僕がこれ。これ行きましょうか。この二人好きなんですけど、このモニカ・サマース、テック・カルドーズ。この二人好きなんですけど、ちょっとどういう風になるか見ていきましょうか。ちょっと、この一回リセットしますね。はい。じゃあ再生して、あ、字幕あるから、あ、いけるなっていう感じで。で、ちょっと飛ばして、このインターネットのライブなんですね。はい、始まりましたね。ちょっと飛ばしますね。なんか喋るかな。はい、この辺で喋ってますね。じゃあ、字幕をつけるボタンで、ここ一回ポチって押します。はい、これ勝手に日本語出たんですけど、ちょっと最初に戻しますね。最初から日本語になってると思わ、多分なってないと思うので、まず字幕をしたら、ポン。はい。こういうふうに、ポルトガル語で出ますね。で、ポルトガル語で見たい場合はこのまま。はい。で、あ、なんかしゃ、何喋ってるか知りたいなっていう場合は、設定に行って、この字幕のポルトガル語を自動生成になってるとこを押して、で、自動翻訳のところを押して、で、一番下のところに日本語ってあるので、そこを押します。すると、こういうふうに日本語が出ます。で、再生すると。はい、こういうふうになりましたね。はい、こういうふうに、結構楽しみながら、なんかなんとなく言ってることが分かったりするので、好きなアーティストの昔の映像だったり、今の映像とか、が、たくさん YouTube にあるので、見てみてください。今、こういうふうに、無料で、ね、YouTube で、あの有名な、私の大好きなアーティストとかが、多分皆さんそれぞれのアーティストがいるんですけど、結構みんな YouTube でやってたりするんですね。インスタとか。で、そういうライブってもう、昔だったら DVD とか、ブラジル現地に行かないとその人のライブ、映像とか見れなかったり、家でね、さっき書いてあるのだったり、寝転がってるような映像とか見れないんですけど、今の状況ではそういうのが見れるので、で、そういうふうにちょっと楽しんで、ブラジル音楽楽しんでみてください。はい。ちょっとこれも見ていきましょう。ね、ちょっとこう、わけわからない日本語になってますね。
aí desse, né? はい、皆さんいかがだったでしょうか。こういうふうにですね、もともと YouTube に載ってる動画に、字幕とかついてなかったりで、日本語の、ね、字幕なんか、なんかのテレビ番組でつけたならあるけども、そんなほぼないですよね。なのでそういう動画、自分が好きなアーティストの動画に、字幕をポルトガル語で字幕をつけれる。でそうつけたら、言ってることと実際に文字でこうリンクして結構いい勉強になります。でさっき言ったように、まあ、5割9割のような確率で合ってたり間違ってたりするので、まあ、そのぐらいの感覚でちょっと見てください。で、もっと内容を知りたい、なんて言ってるのか、なんで笑ったのかとか、そういうことをなんてインタビューして答えてるのかっていうのを知りたい場合は、さっきのようにそのポルトガル語の字幕を、日本語に自動翻訳っていう機能がもう YouTube そもそもあるので、そういうのを使って、するとやっぱり5割9割っていう幅が広い中で、まあ、合ってるか合ってないかぐらいの感じで、まあ、見るといいですね。雰囲気は伝わるし、合ってるところは結構合ってるので、まあ、楽しむ半分、楽しむ感覚でこの機能を使ってみるといいですね。今アーティスト、いろんなアーティストがその YouTube で載せてるのもあるし、昔もうすごい昔のもう亡くなってるような自分が大好きなアーティスト、音楽の人のインタビューとか、そういうのも YouTube にあるので、それで字幕ってボタンがあったらできるので、ぜひ活用してみてください。はい、じゃあこの動画はここまでになります。よかったと思ったら高評価ボタンとかグッドボタンですね、あの辺を押してもらったり、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、じゃあコメントなんかあれば、質問とかあれば、コメント欄にぜひ書いてください。であとは、実際に歌ってる人で自分の発音とか聞いてほしいなっていう方は、そういう、直接メッセージ、いろいろ SNS やってるので、そういう風にメッセージくれたら対応しますので、はい、そちらもよろしくお願いします。はい、ではまた、次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。